アルイコールアクサーモスクアルイコールアクサーモスクは、エルサレム旧市街の神殿の丘あるいは、ハラムシャリーフと呼ばれる聖域の南に、ウマイヤ朝時代に創建されたモスクである、銀のドームとも呼ばれる。アルマスジドアルイコールアクサーとは、遠隔のモスクの意味で、クルアーン17章1節の預言者ムハンマドが、ミューラージュの奇跡において、天馬ブラークにまたがり昇天したのを記念するために、作られた。 705年から709年にかけて、ウマイ野町のワリード一世によって建設された。しかし、13世紀及び15世紀に火災などによって、幾度も再建や改築されており、岩のドームや預言者のモスクと異なって、創建当時の面影は、ミフラーブ手前のドームの壁面を除くとほとんど残されていない。アルイコールアクサーモスクとオリーブ山真っ赤にある、預言者のモスク。 ウマイヤドモスクなどと並ぶイスラーム最初期に作られたモスクの一つである。当初は現在のカーバ以前のイスラーム教の最高聖地だった。最初キブラはここの方向に定められた。このモスクのキブラの壁面はハラムシャリーフの南側の境壁に一致している。近接して真北130メートルほどのところ、ハラムシャリーフの中央に岩のドームがある。立地は イスラエルの実行支配下にあるが、管理はヨルダン宗教省が枠府として行っている。また、ヨルダンは1924年、1964年、1994年とモスクの修復作業を施している。1969年にエルサレム症候群を発症したキリスト教福音派のオーストラリア人デニス・マイケル・ロハンによって放火された際は、イスラーム諸国が イスラム諸国会議機構を設立するきっかけとなった。ありがとうございます。